DJ サイレントMC プレイプレイヤー地下のゲイ桜坂スキャンドゥスターシップアジアの島国大陸から見れば神風武士の国白く染まるため息をし殺しで交わるそれぞれの道の愛やさしたかうしかないならお疲れ様です。お疲れ様です。本日も翼の塔の根本涼介さんにお越しいただいてます、はい、よろしくお願いします。10月31日からですね、7日が投票日、11月7日投票日の東京都区議選に出馬されます根本涼介さんです。出馬されるところは葛飾区ですね。はい、葛飾区です、はい、ぜひ葛飾区にお住まいの皆さんは根本涼介、漢字で根本、はい、で涼介がひらがなですね、はい、あの選挙台にも名前書いてますし、ね、はい、それをしっかり見て間違いのないように、はいはい、書いていただければですね、嬉しいですので、はい、もうここから日本を変えていく、はい、葛飾から、はい、葛飾から変えていくという、もう志のある根本涼介さんに、はい、またちょっと日本の闇を聞いていきたいと思います。はい、よろしくお願いします、はい。よろしくお願いします。はい、まあ、結局ですね、まあ、葛飾の話を中心にしてきたんですけども、はい、なんでこんな、まあ、葛飾で例を挙げると、そのタワーマンション建設に1000億円も税金使われちゃうのかっていうと、うん、まあ、区長がさっきも言いましたが、大企業と癒着していると。うん、政治家がお金持ちと癒着をしてしまっていて、彼らのお金儲けのために税金が使われていると、そういう予算の組み方を区長がしたとしてもですね、その周りにいる区議会議員が区長と揉めたくないので、区長のイエスマンになって予算を通してしまうみたいなことが起こってるとっていうことなので、結局区長がおかしいことをしててもおかしいでしょって言えるやつが議員がいないってことなんですよね。葛飾の区議会議員だったらやっぱり平均年齢58歳で、もうなんかマインドもですね、結局自分の保身のため、区民のために政治をする気がない人たちがやってしまっていて、区長に負けてるという感じです。で、政治家は基本的にもうそういう感じの人ばっかりです。葛飾がまずそうだし、国会議員でもそうなんですけど、結局、まあ、枝野、ね、が民主党系政権取り回す、まあ、その時は立憲民主党じゃなかったですけど、民主党の時も結局消費税下げますって言って当選したくせに消費税上げたじゃないですか。絶対ダメじゃないですか。ここ捕まるべきじゃないですか。こんなことやって。詐欺じゃないですか、普通に考えて。でも、やっぱりそういうことしちゃう。それがまかり通るっていうのは、枝野とかのその偉いやつらの周りにいる議員が、おかしいでしょと。何してんすかと言わないわけじゃないですか。普通、そんなことを自分らの代表がやったらやめるべきじゃないですか。お前、こんなやったらやってらんないよと。本当に国民のためを思って政治をやってる奴らが集まってる政党なんだったら辞めるじゃないですか。でも辞めないで、まあ、のうのうと枝野についてってるわけじゃないですか。まあ、洗脳されてるのか知らないですけど。おかしいことをおかしいと言えないと。それがやっぱり根本的な原因なんですよね。だから税金の使える方がおかしい。お金持ちの間でぐるぐる回ってる、そういう不正を許す議員がいる。で、彼らはなぜそれを許すかって言ったら自分の身が危ういからじゃないですか。給料も高いですし。枝野とか偉いやつについていってれば自分の身は大丈夫だと、結局それが全てなんですよ。だからそのもうマインドですよね、やる気というか、 そこが本当に壊滅してると思ってるので、本当にその自己規制ですね、結局自己規制ができる人間が議員になるべきなので、一回その今の国会議員に払ってる給料とかを減らすとか、そういうことをして、まあ、この給料やったらやってらんないよみたいになるじゃないですか。そしたらもうやめて、あとはもうボランティアでも今の政治を変えたいやつが入ってきて、そいつらはちゃんと日本のために政治やるからいい仕事するじゃないですか。そうしたら給料上げればいいと思うんですね。だから本当に全部入れ替えないといけないと思うので、本当に今のそういう自己犠牲ができない、自分のことしか考えられないやつが政治やってるからいけないと思うので、まあ、僕はまあなんかこうアピールみたいになるかもしれないですけど、全部お金使いました。で、借金もしました。でも通るか分かんないんですよ。区議会議員っていうのは言いましたけど、本当に自民党とか組織票がある組織ですら1000万とかお金を使って戦うわけですよ。そういう選挙に僕みたいな何の組織票もない人間が戦うとなったら、彼ら以上にお金かけるとか、彼ら以上に動くとか必要なわけですよね。そうですよね、本当。アピールになっちゃいますけど、本当にどうなるか分かんないんですよ、選挙落ちたら。僕もね、めちゃめちゃ不安ですし、で、実際それとお金をかけて通ったとしても失脚させられたりとか、いろんな連中が足引っ張ってきたりとか、田中角栄だって一生懸命やったと思いますけど失脚させられたり、場合によっては死ぬかもしれないわけじゃないですか。死ぬかもしれないし、財産を失って成功したとしても殺されるかもしれないみたいな話なわけですよ。かなりのプレッシャーなわけですね。僕も結構朝起きた時とか、そういう朝ってやっぱネガティブじゃないですか。
そういう思考になったりするんですよね、うん、翼の塔にいるけど、うん、議員になっていろいろ危険もあるよなとか思ったりするんですよね、うん、子供が生まれたりとかもすると、うん、でその子供が生まれて、うん、子供を育てるお金だって必要なわけじゃないですか、うん、でもそのお金を子供に使うお金も必要だし、うん、政治をやるにもやっぱり供託金があるから、うん、お金かかるんですよね、うん、だから政治に思いっきり振り組めるのかなとか、うん、そういった不安もまあある中でやってるんですよね、うんうん、大変なんですよね、要は、うん、まあなんか愚痴というか、まあこんな弱音を吐いても仕方ないと思うんですけど、うん、これが現実で、うん、まあでも誰かがやるしかないじゃないですか、うん、言わせてもらうと、なんかその俺に対して期待してますとか、うん、そういうコメントいただいて嬉しいんですけど、うん、人ごとなんですよね、そういう人たちって。本当そうですね、うん、応援してくれるのは嬉しいんですけど、うん、人ごとなんですよ、うん、自分たちの生活は自分たちで守らなきゃいけないですよと、うん、まあ応援してくれるのは嬉しいですけど言いたいんですよね、一言じゃないのでと、うん、あなたも立候補してくださいというのが僕の気持ちで、うん、若い人とか確かにリスクあるんですけど、うん、このまま今の政治放っておくのがやっぱ一番のリスクなわけですよ、はい、薄さかってると思うんですけど、うん、やっぱ行動に移せないと思うんですよ、うん、僕ですら怖いわけですよ、うん、全財産失っても殺されるかもしれないみたいな、うん、結局究極そういう話をしてるんで、はい、けどまあそういうリスクがある、うん、現実なので、うん、だけどもやっぱり誰かがやるしかないので、うん、まあ本当に僕に続いてほしいなと思うんですけど、うん、まあ僕も結構問題児なんで、うん、いろいろ叩かれたりするんですけど、うん、僕の行動を見てほしいですね、うん。財産全部失いましたから、うん。別に遊ぼうと思えばいくらでも遊べるんで、遊べました、ぶっちゃけ。うん、会社経営してましたし、うん、ぶっちゃけですけど、政治家になって区議になったとしても年収1000万じゃないですか。うん、会社経営してればもっと稼げるんですよ、うん、実際、うん。このお金があればもっと遊べたのになと思うことも結構たまにあるんですね。うん、それでも、黒川さんがあんだけ頑張ってると、うんうん、彼だって殺されてもおかしなかったと思いますよ、うん、あんだけ安倍総理に喧嘩あったりとか、はい、で安倍総理と戦って、うん、まあ危険ですよね、うん、それに対して何億円もお金を集めて使って、うん、それでも落選してるわけじゃないですか、うん、で今の彼だってめちゃめちゃギリギリなわけですよ、生活が、うん、いや本当にいつ資金が尽きるかわからない状態でやってて、でもなんとか応援、うん、本気でやってるからやっぱ寄付が集まるんですよね、うん、それって今の日本を変えたい、このままじゃダメだってやっぱ危機感、うん、やっぱみんなも危機感持たなきゃダメ、我々もみんな危機感持ってますけど、その危機感を代弁してくださってるのが根本さんだったり、うん、まあ、黒川さんだったりしてるわけですよ、うん、そうそう、代弁してもらうっていうので、やっぱ私たちは応援するにはやはり行動に移して投票に行くのはもちろんですけれども、それを友達に広めるとか近所の誰かを一緒に連れていくとか、うんうん、やっぱそういったことを行動にしないと結果には現れないんですよね、うんうん、そうです、そうです、うん、だから俺らも怖いんですよ、うん、実際黒川さんも怖いと思いますよ、うんうん、俺も怖いしね、うん、でもやってるっていうのを見てほしいんですよね、うん、立花さんもそうですよ、うん、NHK ってでかいんで、うん、そこにあんだけ喧嘩売ってるから刑事訴訟とかなってるわけじゃないですか、うんうん、でも彼はそれでもいいと、しかも借金もしてるんですよ、うん、そういう人たちを叩いてる人たち、うん、表面上のことしか見れないというか、うん、ディスる気はないですけど、うん、そこまで見てほしいんですよ、うん、めちゃめちゃお金もないですよ、うん、で財産も投げるってやってて借金もして、うん、命の危険もある人間に対して叩くって、うん、あんたらも生活のためにもなってるんだろうと思ってるので、うん、やっぱりこう政治やってるとですね、工作員とかの可能性もあるんですけど、そうですね、やっぱね結構やっぱ精神きますよ、うん、こんだけリスクを負ってるのになぜこんな叩かなきゃいけないんだと、うん、でもやっぱそれの中でも工作っていうか一役買ってるのはメディアですよね。メディアですね、はい、うん、まあ、難しいんですけどね、うん、だからもう俺はもうそれでも背中を見せていくしかないと思いますね、うんうん、本当はだからメディアもね、うん、例えば葛飾だ、うん、葛飾で凱旋やってる映像とか、うん、全部流せばいいんですよね、うん、もう特定の人ばっかりですもんね、出すのってね、うん、もうなんか本当、うん、全部さない、無所属なんか絶対出ないじゃないですか、うん、本当かわいそうですよ、うん、だって彼らの気持ちすごいわかるんですよ、うん、めっちゃ大変ですから、マジで選挙ってすげえ金かかるし、うん、本気の人は僕わかりますね、うんうん、無所属で、うん、本当に金さない中やってんだなみたいな、うん、SNS も頑張って、うん、そういうところでもやっぱメディアは後ろでなんかつながってんですよね、つながってます、うん、そういう人たち潰してるんですよ、うん、俺マジで本当に極端な話になりますけど、うん、もう本当余命宣告とかされたら俺普通に今の政治家ピーですね。いやマジでそのぐらいですよ。いやいやいや、本気でやってる人って絶対そうです、はい、こんだけやってるんだぞと、うん、それを潰すって、はい、うん、マジでそういう気持ちでやってますね、うん、根本涼介さんに皆さんの力を貸してください、はいはい、最後すげえ感情的な動画になりましたけど、うん、
この見てるあなたのこの力で変わりますんで、他人事じゃないの、うん、本当に皆様が投票に行くというのも日本のためになるんですよ、うんうん、日本のためっていうか自分たちのためですよ。自分たちのためになるし、うん、そうで僕のためになるし、みんなのためになるので、うん、でみんながやっぱり政治に興味を持ってくれたら、うん、僕とか黒川さんが狙われても、うん、みんなが注目してれば、例えば僕らがめっちゃ注目されてて殺されたら、うん、みんな騒ぐじゃないですか。ガンジーの時だってそうだったんですよ、うん、ガンジーってめっちゃ人気あったんですよ、うん、だから殺さなかったんですよ、うん、でもみんなが関心を持たずに、例えばガンジーに全く知名度がなかったら、うん、でガンジーが同じことしたら秒で死んでるんですよね、はい、多分。だからそれと同じことが起こってしまうんですよ、うん、みんなが関心がないと、うん、ので僕らの命にも関わるということなんですね、うん、皆様は無関心だと頑張ってる俺らの死が殺されてしまうかもしれないんですよ、うん、知名度がないと、うん、っていう意味でもやっぱり僕も SNS 頑張って知名度上げますけど、うん、それは皆様の拡散にかかってるわけですから、うん、僕らの命のためにも投票に行ったり拡散したりしてほしいんですよ、うん、そこまで繋がるんですよ、うん、俺らの命のためにもなるので、うん、ぜひとも拡散の方とか、うん、投票に行くとか、うん、友達に伝えるとかしてほしいんですよね、はい、もうみんなこの気持ちは一緒になりたいです。はい、だから、はい、Kさんもこういうふうに動画出してくれるわけで、うん、それはもう同じ気持ちだからだと思うんですよ、ねうん、僕の発言とかって、うんYouTube から稽古とか来るわけですから、はい、それでもやっぱりお金のためではなく、はい、変えるためにやってくれてるわけだから、ね、計算のためにもなるわけですから、うん、そこをしっかり認識してほしいと思います、うんはい、皆さんもっとね本当に今の日本を考えていただいて、はい、そうですね、その未来の子供たちのために、うんはい、そう子供たちのためにやってほしいです、はいはいうん、全てがなくなってしまいますからね、はい、伝統も文化も減ったくれもなくなっちゃいますから、どんどんなくなってます。そうですね、はい、皆さんもよくその辺をもっと考えていただいて、はい、行動していただいて、はい、ありがとうございました。頑張ってください。Right.